東大の聖母トラピスト大修道院修道院に至る杉並木星門前の桜トラピストクッキートラピスト修道院はカトリックの修道会の一つである現立指導会の修道院で日本では主に北海道北都市三井市に所在する東大の聖母トラピスト大修道院の通称となっている1894年当時の函館教区教区長エーベルリオーズ司教が トラピスト改総長に日本に創立の可能性を打診したのが始まりである。神徒により、函館市郊外、東別の原野が寄進され、1896年10月末には9名の修道士の来日を見た。そして、同年11月21日聖母法圏の祝日に、ベルリオーズ司教の司式で修道院の会員式が開かれて、教会法的に正式な創立となった。 新修道院は、付近のカット市東大にちなみ、東大の聖母修道院と名付けられた、所在地から、東別修道院と呼ばれることもある。1897年1月、ノルマンディ地方にあるブリックベック修道院の副院長であるジェラール・プーイエが、修道院長として来日し、東別に着任する。1898年4月30日には、函館湯川に、 女子トラピスチヌ修道院天支援が創立される。1908年、東別小教区が創設された。当初は、東別修道院に併設されていたトラピスト学園の聖堂が使用されたが、不意によって、東院の門前に聖堂が建てられ、1917年に、宿別、生理他に捧げられた。以来、東院の司祭が主牧している。本来、 乾燥修道会である現立指導会の司祭が、小教区を志木することはないのであるが、当院は、例外的に許可を受けている。聖堂は、その形から、丸見堂とも呼ばれた。1935年の総会で、東大の聖母修道院は、大修道院に昇格される。現在、当別修道院のほか、男子修道院としては1980年、 大分県早見郡肘町に開設された、お告げの聖母修道院を、また、女子修道院は、トラピスチネ修道院のほか、国内に4カ所、海外に1カ所を支援として持ち、会員は、祈り働けをモットーに、各修道院にて労働と祈りの日々を送っている。同様、赤トンボの作詞者として知られている詩人のミキロフーは30代の、初めの頃、 文家委員長の招きで当院の文学概論、美学論などの講師として、夫人と共に4年間を、当別で過ごし、その間に、夫婦で受選して、カトリック信者となった。また、男爵芋の開発者として知られる、川田隆吉男爵も、その晩年に、当別教会にて、ディベネディクト大修道院長によって、洗礼を授けられた。当別修道院や大分修道院で作られた、バター、 バター飴やクッキーは有名で好評を博している。ありがとうございます。